はい、ちょうど時間となりましたので、ただいまより、帰ってきた藤原祭り記者会見を行いさせていただきます。よろしくお願いします。今日は報道陣の方、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いします。藤原祭り、私たちキックオフ式の世界のものにとってはビッグタイトルな大会なんですけど、全日本キック、そして、M1 の、山本聡代表のところがやって、最後の藤原祭りがちょうど2014年に行われまして、しばらく時間が経ちましたが、来年2022年の4月27日帰ってきた藤原祭りとして、この大会が復活します。主催は私当時着力と並びに、藤原祭り実行委員会というのを組織しまして、こちらには、M1 代表だった山本聡さん、そして、西川忠則さんが参加しております。主に、実行委員会の方でマッチメイクとか今決めていってるところです。それではまず、大会の主役である、藤原俊夫先生から一言お願いします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。大変皆さんが今コロナの影響で大変暇な時期だと思いますが、このようにたくさんのマスコミの方が集まっていただきまして、感謝申し上げます。ありがとうございます。今司会の天井さんが言ったように、2014年ですか、藤原祭り最後にやったのは、もう私はあれからなぜ辞めたかということ、やはり過去に現役時代に痛めた足がだんだん悪化して、今走るのもできない状態で毎日悪戦苦闘しておりますが、でもこの天井さんのおかげで、4月27日藤原祭りがまた開催されることになりまして、毎日酒も飲まずに毎日毎日努力しております。ただ私も今4月の27日、その前に3月3日私の誕生日で74歳になりますが、果たして以前みたいな動きができるかといったらちょっと私も決勝マークがつきます。でも前の晩にドクターに痛み止め打ってもらって、なるべく来たお客さんに最大限に、やはり藤原祭りは楽しいや、帰ってきた藤原祭り、皆さんが納得できるような戦いをしてみたいと思っております。どうぞその日をご期待ください。大いに暴れますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。藤原俊夫先生ありがとうございました。続きまして、藤原祭り、もともと全日本キックからの伝統ある大会名です。これを引き継ぐにあたりまして、どうしても全日本キックリングアナだった、宮田文嗣さんに、リングアナお願いしたくて、本日、現ノックアウト、プロデューサーでありますが来ていただきました。よろしくお願いします。一言お願いします。はい、紹介いただきました宮田です。今日会見あるっていうふうに山井さんから伺って、リングアナの話もいただいて、まさかこんな壇上に上げていただけると思ってなかったんで全く何も考えてないんですけども、まずは4月27日、水曜日後楽園ホール、藤原祭り、帰ってきた藤原祭り、開催誠におめでとうございます。本当にコロナの、感染者がどんどん増えてる中でこういう発表するっていうのが非常に藤原祭りらしいなっていうかですね、できんのかなっていうのは正直あるんですけど、3ヶ月ちょっとぐらいありますからね。今後楽園ホールもうちも22日に土曜日大会控えていて、今日これから発表するのかな、ちょっと選手も欠場出たりとかですね、まだまだ観客席も 100% 戻った途端にまたちょっと逆風が吹いてるんですけども、まあそういった中で春の4月27といういい日にち、ゴールデンウィーク前なので、たくさんのお客さんに会場に来ていただいて、いいカードを天井さんと山本さんに並べていただいて、ファンの皆さんにキックボクシング楽しんでいただけるような大会になればいいなと思ってます。2003年ですね、
確か1回目やって、あの時金田代表のもと全日本キックで僕はちょっとマッチメイクやらせてもらっていて、毎年12月にあの藤原祭りというのを設定させていただいて、だいたい10月11月ぐらいになると藤原先生、当時箕輪にあった藤原道場にお邪魔して、でマッチメイクの話だったり選手の話をジムでだいたい15分ぐらいして、あとは3時間4時間ぐらい箕輪で飲んでたっていうそんな楽しい思い出がいっぱいあってですね、入谷のしゃぶしゃぶ屋で小林聡と2人で先生に怒鳴られたりとかですね、当時は本当にたくさん楽しい思い出あったんですけど、まあ、あのちょっと僕も年食っちゃったんですけど、あのリングアナやらせてもらうということで思いっきりあの大きい声を張り上げて大会少しでも盛り上がるように頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。本日あのちょうどあの藤原祭り実行委員会帰ってきた藤原祭り実行委員会の、元M1代表山本聡も、こっちに来たがってたんですけど、あの皆さんご存知の通り、湯島串本が忙しくて、今日は日の昼間だというので無理ということで、代わりにあの西川忠則さんに来ていただきました。主にあの今あの各団体 の、 あのトップ選手チャンピオンクラスをにオファーをかけてマッチメイクあの組んでいってるところです。一言お願いします。あ、すいません、西川と申します。ちょっと山本の方が今日来れないんで代わりで来させていただいたんですけど、まあ、今一生懸命マッチメイクの方頑張ってますんで、皆さん期待の方よろしくお願いします。すみません、ちょっとあんまり話が慣れてないんでこのぐらいですいません、失礼します。すいません、あと、当日あの大会なんですが、着陸が今あのプレミアチャンネルというのをやってまして、あの後日になりますが大会中に、動画を収録しまして、後日、そのプレミアチャンネルで公開する予定です。で着陸プレミアチャンネルの、実況を担当している一長さん、そして今回は解説に、細田あの正史さんを、ゲストに迎えて解説をお願いしようと思います。それでは一長さん、あの細田さん一言ずつお願いします。こちらに実況いたします一長と言います。よろしくお願いいたします。まずは藤原祭りの開催おめでとうございます。私も25、6年前にキックを経験しておりまして、その時からですね、各指導者の方から藤原先生というのは非常に素晴らしい、ファイターであり指導者であるということを、聞かされていましたので、憧れの存在であります。で少しだけ自分の話をさせていただきますと、当日4月27日が私の誕生日でありまして、はい、これ初めて言ったんですけど、このコロナ禍で2年ぐらいただ家にいるだけだったんですけど、もう誕生日の日にこんな素晴らしい、藤原祭りが開催されるということですので、これまた何かの運命だと思いますので、非常に大役を仰せつかって、嬉しい反面、恐れ多くもありますが、成功できるようにですね、祈りつつ自分も精一杯力を尽くしたいと思います。よろしくお願いします。細田さんお願いします。細田正史でございます。4月27日、藤原祭り開催おめでとうございます。天井さんから、お話しいただきまして、プレミアチャンネルの方で、解説という大役をせつかることになりました。私あの解説をやるのが初めてなんですけれど、まあリング上で行われている試合についてまず的確に、解説をすることもそうなんですけれども、出場選手豪華なラインナップなんか予定されているそうでございますので、出場選手のですね情報を2021年度2020年度、いやもっと2018年度ぐらいまで、遡ってデータを自分の頭の中で叩き込みまして、まあ見ている方、特にやっぱ会場に足を運べない方たくさんいらっしゃると思うので、あのそういった方にも多くの方に藤原祭りの楽しさ激しさ、素晴らしさを、体感していただけるようなそういった解説を目指してやってまいりたいと思っております。大会の成功を心より記念いたします。何卒よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ここで、大会参加選手とかカードを発表したいところなんですけど、ちょっとまだあのカードが最終的にフィックスできているものが少なくて、申し訳ございません。ただし、藤原俊夫先生の、絡みのカードが、決まりました。
これは史上初だとは思うんですけど、格闘技6人タッグマッチ2分2ラウンド、これ見ていただいたら分かる通り全員藤原ですまあ厳密に言うと藤原嵐選手は藤原なんですけど、まあ、見ての通り全員藤原という感じで、はい、これはもう史上初だと思います。藤原紀香藤原紀香がいないっていう藤原先生からダメ出しは食らったんですが、あと宮田さんからもお笑いの藤原を出せというふうに言われたりとかいろいろ言われたんですが、まあこれ史上初のことだと思います。6人全員藤原ということで藤原祭りのメインカードとなります。もうご存知のように国高選手100戦を超える大ベテラン、もう、藤原嵐選手ももうリビングレジェンドと言われる存在なので、それと藤原康平選手、これは知ってる人は知ってると思いますが、関西でキング康平と習って無冠の、チャンピオンとして、無冠の帝王として関西で活躍していた選手です。数年前に引退されましたが、今回この試合のために1試合限定カムバックという形で参加してくれます。もう一方、この藤原、中央選手は、インディー団体の代表のプロレスラーです。はい、藤原組長に対して闘志を燃やして向かってくると思います。この選手たち、この試合の出場選手たちの写真データはこちらで用意してますので、必要ある方は声かけてください。お渡しいたします。 USB メモリで写真データ、あと大会のポスターのデータも用意してございますのでお渡しいたします。それでは、ここから、質問コーナーに移りたいと思います。記者の皆様、ご質問よろしくお願いします。はい。宮田さんに質問なんですけど、今回、ノックアウトの方から何か提供試合のようなことは考えていらっしゃいますでしょうか。ですね、マッチメイクに関してはまだちょっとお話はいただいてないので、キックボクシングの中心としたマッチメイクになるというふうに伺ってますので、できることはどんどん協力させてもらえればいいなと思ってます。大会の藤原祭りっていうのは非常に激しい試合、昔本当に名勝負も数多く行われてましたんで、まあ、それにね匹敵するようなカードが組めるよう僕も山口代表と相談して協力できればと思っています。はい、はい、ありがとうございます。続きまして質問お願いします。イーファイトの松井と申します。藤原先生に伺いたいんですけども、はい、なんかこんな選手に出てほしいとか、なんか具体的な選手がもしいらっしゃったらお聞きしたいんですけれども、だいたい、いつもだいたいレギュラーメンバーは、まあ、藤原組長、あとタイガーマスクという中で、いつも1人目だけゲストを呼んで4人タッグマッチでやっていたんですが、今回は佐山先生はちょっとね体調の影響でまずはっきり言ってリング復帰は難しいし、で今回考えていたのが、なんかそこで女性が入ったらまた もっとこう和やかに面白い楽しく面白くできるんじゃないかなと思って安前さんにお願いしてるんですが、今見たらパッとこう現役の選手がほとんどいるんで、俺は確か今度怪我をするんじゃないかと、病院遅れになるんじゃないかと思ってますんでね。でもまあ昨日から徐々に、リングの中でちょっと特訓を組んでおりまして、昨日早速痛みましてすぐ病院送りになっちゃって、2時間ほどマッサージして治してもらってきたんですが、まあ記者の皆さんの前で もともと元気な姿を見て、ここでウォーミングアップといいますか、シャドーボクシングさんの3分間やろうかなと思っていたんですが、来たとこう狭いんでちょっと今日勘弁してください。これ怒ったらまた大変になってますんで、まず当日楽しみに見に来てください。すごく今年は最後の最後だと思ってますんで、大いに暴れようと思ってますんで、
楽しみにしてください。宮田さんにも伺いたいんですけれども、はい、まあ、藤原先生が女子でもいればとおっしゃってました。パンちゃんが出るとかそういったサプライズはあるんでしょうか。あのですね、全く何も考えてないんですけどあのですね、そうですね、以前だったら、まあ、また最近復帰したんですかね、渡辺久恵選手だったり岡田敦子選手だったり、まあ、なんていうんですか、こう親父ギャグですけどお色気も入った方がいいだろうみたいな、なんか藤原先生喜ばすためにやってるようなマッチメイクっていうのが正直あったんですけどまあ幸せだからいいかなと思ってたんですよ。今度はやっぱりちょっと一回こっきりのね、本当に一発勝負っていうところを考えると、ただまあいろんなファイターがね、途中乱入あったりとか、どんな人がレフリーだろうっていう、まあ、多分和田良学さんになるんでしょうけどそういうね、盛り込んだものがあればいいかなと思うし、パンちゃん選手はノックアウトの今チャンピオンで、まあ、キックの世界でも脚光を浴びてる選手なんで、まあ、こういうところにね、まあ、ジムさんも話してみなきゃっていうのあるんですけど、またって言ったら面白いかなと思いますね、はい、何かこれから3ヶ月でどんなものが出てくるのか、あとは、まあ、主要カードも僕も結構ちょっとファンの立場で楽しみにしたいなとも思ってます。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、ご質問。この格闘技スペシャルエキシビジョンなんですけども、ルールとかはもうに決めていらっしゃるんでしょうか。例えばキックの選手はグローブをつけるとか。はい、キックの選手はグローブをつける形になってます。あと、プロレスリングアライブの藤原選手なんですが、はい、例えば総合のグローブつけるようなことっていうのはありますでしょうか。そこのルールはこれから調整してまいります。ただかなりそういった格闘技にも興味ある選手だということは聞いておりますので、はい、何かしらのアプローチはこっちにあると思います。それも随時発表していきます。すみません、あと質問ないでしょうか。なんちゃん、なんちゃん未決定かと思うんですけど、全部で何試合ぐらい用意したいっていうのありますでしょうか。全部で何試合ぐらい用意したいっていうのありますでしょうか。漠然となんですけど10試合程度を考えております。はい、確認ですけどこちらのエキシビジョンマッチがメインカード。いや違います。メインカード、はいはいはい、あ違います。こちらはあくまでも一番藤原先生が、はい、光っていただける。まあルールあってないような感じですねいつも藤原町でいつも一番面白いところかな、途中で頭に切れて酒を飲んで大いに暴れるという場面がありますので、その段階で私がどういうふうに暴れるか、それは楽しみにしておいてください。あと質問どうでしょうか。はい、ありがとうございます。こちらお願いします。